この服、めっちゃすごい新規なんやって。でも、うちが継承する新規やないはずやから、いつか、これを引き継ぐはずやった継承者にも会えるんかな。やれやれ、今回はオイラどうなることかと思ったぜ。そうだね、あの時はちょっと麻痺してたけど、キュービの顔本当に怖かった。でもあの恐ろしいキュービを私たちの前で滅ぼせたのはみんなのおかげだよ。私たちこそ、あの場にユエルさんとソシエさんがいなかったらと思うと。あれ？そういえばユエルさんは？そういや、さっきから見ねえな。待て待て待て、おとなしくうちに正体見せえや。外で何やってんだあいつ。ユエルちゃん、またなんか見つけたんかな。ちょっとだけ、ちょっとだけやんか。あははは、エムディナさんたちと追いかけっこしてます。行っちまった。にしてもこの島にもエムディナいたんだな。キュービ騒ぎの時は見かけなかったぜ。なあ、あんたら、あれが何なのか知ってるのか。長いことここにいるが初めて見たぞ。心配いらんよ。ありゃ古くからいるウサギさんじゃ。わしらが子供の頃はよく見かけたもんじゃが。最近とんと見んかったからの。もう島からいなくなったとばかり思うとったわい。ああ、怪しいけど悪さする連中じゃねえから怖がることねえぜ。あの、ユエルさん、森の中に入っていっちゃいましたよ。なんだって、さすがに一人じゃ危ねえって、おうぞ。ったく、いつもいつも世話しねえな、ユエルはよ。でも、ユエルちゃんが気になるのもわかるわ。あないな数のエムディナちゃん、うちも初めて見たわ。そういえば、おじいさんたちも子供の頃から見てないって言ってましたもんね。何かおかしなことが起きてるんでしょうか。まあ何があったかはユエル捕まえてから考えるとしようぜ。多分あそこにいるしな。いいはみんな来たんか。じゃねえっての、姿消
したと思ったら火まで起こして魚食ってやがるとはよ。ミミナガちゃんたち追いかけとったらうちお腹空いてもうてな。こんなにたくさん。ユエルちゃん、お魚よく捕まえたね。すごいやろ。お魚釣りはキツネビと毎日がうちの得意技や。なんだか懐かしいです。ユエルさんと初めて会った時もこんなやりとりしましたね。ああ、なんちゅうかあの頃から変わんねえな、ユエルは。ん？なんやみんな揃って。うち変わった方がええ？変えるんならどこ変えたらええの？物干し？物干し？うち、そんなに物干し悪いんかな？ユエルちゃん、それってまさか、うちのマネ？ようわかったな、サシエ。さすがや。恥ずかしいわ。それに、そんなこと言わへんて。結構似てると思うぞ。もう、ユエルちゃんは今のまま変わらんままでええよ。当たり前や。うちは変わらへんよ。どんなことがあろうとどんだけ時間が経ってもな。うちはユエル、ずっとずっと楽しいこと、そしえ団長が大好きなユエルちゃんや。あんたらも変わらんうちがええやろ？ああ、よかったわ。んじゃ、焼き上がったお魚でも食べよか。まだまだあるで。焼き魚？うわぁ！なんや？誰や？ごめんなさい、ユエルさん。驚かせてしまって。こう？びっくりした。何してんの？こんなところで。最近、森の様子がおかしい気がして、見て回っていたんです。というか、どうして魚を食べられているんですか？あたりの生物はみんな殺生石の初期に侵されているはずで。そういや、村の野菜なんかもそうだったな。でもお魚とても美味しいですよ。正気っぽい味もしませんし。正気っぽい味って何ですか？あ、いや、そうじゃなくて、吐き気も頭痛もないんですか？うちは平気やけど、ユエルちゃんは？なあ、もう問題なしや。おかわりもいけるで。おかしいですね。僕が森で感じた違和感と関係があるのでしょうか。捕まえるの諦めた方がいいんじゃねえか。なんやろ、今のミミナガちゃん逃げたっちゅうか、うちらを案内してるような。ユエルちゃん、ここ殺生石のあった場所。うん、前来た時の気持ち悪さはなくなってるみたいやな。それだけじゃ、それだけじゃありません。やっぱり、そうか、よかった。
なあ、どうしたん、コウ君。草の芽が、小さな花が生えて、この土を汚していた正気が消えているんです。これは、リンゴ？一体どこから？ミミナガちゃん？うちらに会いに来たんか？ああ、また行ってもうた。何がしたいんやろ、ミミナガちゃん。うちから逃げたり、果物置いてったり。きっと、野菜や果物、魚、この島の恵みが生き返ったことを伝えに来たんだと思います。それから、皆さんにお礼を。きっと長い間、彼らは正気を恐れて、身を隠していたのでしょうから。これって、ユエルちゃんのおかげやね。え？うちの？なんで？負けん気が強くて、まっすぐで、絶対に信念を曲げないで。いつだって変わらへん。うちの大好きなユエルちゃんでいてくれたおかげやと思うの。うん。そっか。ふふー。やっぱうちはうちのままが一番。そういうことやな。ところで、このお礼の果物をどうする？ソシエはどうしたい？村の人に食べてほしいかな。ああ、そりゃいいや。島の連中、今まで畑の野菜しか食べてなかったんだろ。そうですね。この森でこんなにいっぱい食べ物が育つようになったって皆さんに教えてあげましょうよ。うん、うちもそう思っとった。ほんじゃこう、あんたも手伝い。ほれ、これ持って持って。これぐらい、ユエルさん一人で持てるでしょ？そんなことあらへんよ。うちかてか弱い女の子なんやで。こんなに行さん持てへんわ。そんな弱い方には思えませんけどね。あ、コウ君が手伝ってくれるんやったら、うちも嬉しいかな。はぁ、わかりましたよ。しょうがないですね。どうかなんとか言うて、最初から手伝ってくれる気やったんやろ？うるさいですよ。もう、先行きますからね。ごめんごめん。そんなすねんとってんや。後で頭撫でとるから許して。結構です。まさか、お化けが船に乗ってるんじゃ。我慢できん！ユエルちゃん、どうしたん？そんなに大きい声出して。あんな、うちな、どうしても、もっぺん封筒焼きが食べたいんや。封筒焼きって、秋野で食べたお料理ですよね。そう、あ
のパリパリに焼いたお揚げの食感と噛んだ拍子にジュワーッと出てくるタレの味が忘れられんのや。もうあれ食べんとうち死ぬ。封筒焼き欠乏症で死んでまうわ。だから団長、一生のお願いや。もっぺん秋野に行かせて。もうゆえるちゃん大げさやわ。堪忍ね団長は。依頼も一段落しましたし、お願い聞いてあげられませんか。ほんまにお願い、一生に数回のお願いや。もし団長にお願い断られてもうたら、うち死んでも死にきれんよ。そん時はバケて出てやるで。お願いです。このままじゃユエルちゃんに取り憑かれちゃいます。なんだか久しぶりな気がするね。コウ君、元気にしてるかな。まあ、村の連中ともうまくやってたみてえだし、大丈夫なんじゃねえかと思うんだけど。しまいましたか。なーに逃げとるんよ。うちらのことを嫌いになってもうたんか。あ、いや、決してそういうわけでは。思ったよりも随分と早い再会だったので、なんだか恥ずかしくてそういうの少しわかるかな。許してあげて、ユエルちゃん。うん、まあええけど、そないに怒っとらんしな。さーて、こう一緒に来、封筒焼きごちそうしたるわ。そんな突然。な、ちょ、行きます、行きますから、手引っ張らないでください。どういうこと？封筒焼きが食べれへんってどういうこと？それがな、店の親父が病気で倒れちまって。そんな商人さん無事な？そこまで危ない病気じゃないからな。村の診療所で休んでるよ。出てくるにはもうしばらくかかるだろうけど。そないなことになっとったんか。なあ団長、お見舞い行かへん？おお団長さんたちじゃないか。久しぶりだな。おっちゃんの封筒焼きを目当てに来たら診療所に入ったって聞いて驚いたわ。大丈夫な？まあ大したことはない。しばらくはここから出られないがね。しかし、そうか。俺が作る封筒焼きをそんなに気に入ってくれたのか。俺たちの狙いは外れちゃいなかったんだな。狙い？何？なんかあったん？ああ、実は秋野は貧しい村でね。観光客を呼び込むために村おこしをしようとしてたんだ。
実は秋野みたいに小さな島を専門に宣伝をしてくれる観光業者があってな、近々その人たちに宣伝してもらうためフートン焼きの試食会を開こうとしていたんだが、ほんま災難やったな。そない大事な時に病気になってまうやなんて。その様子やとすぐには治らへんのよな。日にちは変えてもらえんの？それが先方は忙しいらしくて、この機会を逃せばいつになるかわからないとのことでな。このままじゃ俺のフートン焼きが日の目を見ることはない。よっしゃ、決めたで。せやったらうちがおっちゃんの代わりにフートン焼き作ったる。うぃ、何言ってんだお前。せやかてこのままやとあないにうまいおっちゃんのフートン焼きが世に広まらんや。そんなん不幸や。おっちゃんにとっても秋野にとっても。ジョーちゃん、だがフートン焼きを作るのはかなり難しいぞ。へへん、火扱うんなら任しとき。うちのキツネ火はお魚もお肉も食材問わず美味しく焼き上げるんや。そうか、お嬢ちゃんは常にその火と共にあるのか。俺はフートン焼きに最適な火加減を見極めるため炭火と常に向き合い続け10年、やっと火の何たるかを知った。まだ若いが君は火と共にある。君になら焼けるのかもしれないな、俺のフートン焼きを。よし、そんじゃおっちゃんのフートン焼き作ったるで。ルリア、B、団長もや、試食は任せたで。はい、私が責任持って試食します。しかしよ、これだけで大丈夫なのか。何がですか。いや、村の連中もいろいろ考えちゃいると思うんだけど、何か一つ足りねえ気もすんだよな。それって村の目玉がってことかな。ああ、今まで見た観光地とかはよ、もう少しなんつうかピンとくるものがあったんだけどな。わかるようなわからないような。でしたらユエルさんの手伝いをしながら僕たちで何か考えてみませんか。僕はあまり外の世界に詳しくないので力になれるかはいささか疑問ですが。うん、きっと何か思いつくよ。頑張ろうね、コウ君。なんやろな、これもなんかおっちゃんの味とは違うんよな。焼き加減を変えて何通りも作ってみたものの、どれもおっちゃんの味には及ばん。弱火でじっくり焼いた後、強火で焦げ目をつけて、最後にタレ塗って完成のはずやのに。これやない。これもちゃう。これもちゃう。あかん。フートン焼き、やっぱ奥深いわ。ふんふん。でも、味はどれも美味しいですよ。確かに、おじさんのとは違いますけど。いっそ、この中から一番いいのを選んで、それ出しちまうわけには。
あかん。それだけはやったらあかん。おっちゃんが長年かけて研ぎ澄ました封筒焼き、その味を伝えてこそや。妥協だけは絶対したらあかん。おい、めっちゃ熱入ってるな、お前。何が違うんやろ。タレつけるタイミングかな。外のパリパリはうまくいっとるのに。タレとお揚げは同じもの使ってるのに、歯がゆいわ。ユエルさんって意外に職人気質なんですね。やっぱりあかん。タレがうまくお揚げに染み込まへん。ふうとん焼き、どうすれば。ふうとん焼き、ふうとん焼き、ふうとん、ふうとん、ふうとん。ひらめいた。これや、これしかない。ユエルさん、少し休みませんか。休んでなんかいられんわ。今すぐ布団丸めてこんがり焼くで。きっと布団焼きの語源は布団。そう、布団なんや。せやから布団焼けばなんかコツが。ちょっと待ってって、言ってることめちゃくちゃだぞ。おい、こいつ止めようぜ。離せ、布団焼くんや。うちじゃあかんのかな。火扱うんは自信あったのに。そもそも封筒焼きの焼き方はあのおじさんが10年かけて身につけた技なんですよね。封筒焼きもうちらの舞も同じちゃうかな。真似しようとしても難しいから、だから根気強くやるしかないと思うよ。僕たちもお手伝いしますから、妙な考えは置いておいて次の試作品を作りましょう。うん、そうやな。簡単に諦めたりしたらうちらしくない。うちはいつまでも変わらんゆえるってこないだ言うたばっかりや。よかったです、ユエルさん。また元気になりました。ん？おいおい、村の中なのに魔物が集まってきてんぞ。この間のエムディナのように彼らもまた正気が消えて辺りに出てきたようですね。それでお腹空かせてうちの封筒焼きの匂いに集まってきたってこと？うまそうな匂いするかもしれんけど、つまみ食いさせるわけにはいかんのや。これでとどめ。うりうりうり、うちは頼る。ユエルちゃんすごい。小さいキツネ火だけで追い払うなんて。はぁ、下手に強く当たると村ん中で本気でやり合う羽目になると思ったんよ。それで手加減したんやけど、ちょいきつかったわ。んあんな、団長。さっきは火力にめっちゃ気ぃ使ってたんやけど。思えばうち、封筒焼き作んのにだいぶ大雑把な火加減してたんよ。
なんかつかめた気するな。もしかすると、もしかするかもしれんで。こうしちゃ俺、ちょっとお揚げを追加で持ってくるわ。にしても、あの落ち着きねえユエルが、こんなに一つのことに没頭するって珍しいな。意外だぜ。意外かな。ユエルちゃんらしいと思うけど。ユエルちゃんは好きなこと見つけると納得いくまでやり通すんだよ。ああ、そういえば、舞を覚えるときもこんな風にまっすぐ打ち込んでましたね。あ、いいこと思いついたかも。コウ君、ちょっといいかな。どうしたんですか？あのな、カシャ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 。なるほど。確かにいい考えかも。でも、ソシエさんできるんですか？ユエルちゃんも頑張ってるし、うちも頑張る。お？お二人とも何のお話してるんですか？今は私たちの秘密。ね、コウ君。なんで？もったいぶりやがってよ。気になるじゃねえか。まあ、話が決まったらお話しします。今はソシエさんと僕だけの秘密です。なんか気に入らねえぜ。まあこちらにも準備がありますので。ところでユエルさんが帰ってきたようですよ。しもた、お野菜も足りんかったみたいや。え、それじゃあ封筒焼きの試作品もう作れないんですか？せやな。ちょっと森に出てお野菜調達しようか。行くで、団長。わっ、行っちまった。ほんと落ち着きねえな。森の中は魔物が出ますから、私たちも早く行きましょう。やったわね。これで届かない。これにてしまいや。うりうりうり、うちは頼りに。ここや、ここの火加減が肝心なんや。うちの推測が正しければ、先にとろ火でお揚げの中の水分をギリギリまで飛ばす、これが肝や。タレ染み込ませるにはこれしかない。そしてお揚げから出る湯気が消える直前を見極めて、一気に強火にかける。次、おこげができたら間髪入れんとタレに。今や、はあ。これでどうや？どうですか、ユエルさん。これや、これこそがおっちゃんの作る真の封筒焼きや。
なんか人多くねえか。ええ、我々だけではなく多くの人々、観光客や寄空士たちの意見も聞いた上で判断したいと思い招待しました。なんだかすごいことになってきてますね。大丈夫や、おっちゃんの封筒焼きは誰が食べてもうまい。何百人来ようとうならせたるわ。はいはーい、秋の名物封筒焼きやで。食べていかんと損するで。一口食べればひっくり返る。食感はふんわりザクザク、二口目にはもうやみつきや。ほう、こりゃ大したもんだな。仲間の土産に買っていくか。来たで来たで、目標1000本売り切ったるわ。なんだあれは。青い炎と黒い炎、ソシエと交換、何しとんの。これより、皆様にお見せするんは。我ら一族に伝わる炎の舞。この島に救っていた災いを滅ぼした神聖なる舞。どうぞお楽しみください。簡単、いや単調やな。はあ、そういうこと。なあなあ、お二人さん、うちも飛び入りかまへんよな。もちろん。むしろ参加のタイミングが遅すぎるくらいです。なあなあ、他におらへんの？みんなで踊ろうや。な、そんなんもよし、私は聞いていないぞ。ええー、のええー、の、聞いたやろ。これは島の仕置きを払ったありがたい聖なる舞や。一緒に踊ったらご利益あるで。それにめっちゃ楽しいで。私たちも一緒に。あ、せっかくだ、オイラたちも踊ってやろうぜ。これはなかなか楽しいものだな。最初は炎にビビったが、このスリルたまんねえな。ソシエたちも考えたな。うちらの舞を誰でもできる踊りに変えてまうとは驚きや。王家に古くから伝わる舞でこんなことをしていいのか、僕は最後まで悩みましたが、観光の目玉がいるのかなって思って。なるほどな、ほんまええ考えやったで。おかげで大成功や。うちもケーキ漬けにドカーンと一発いくで。
練中夢中になってずっと踊ってやがったもの。大成功でしたね。うん、観光業者の兄ちゃんも文句なしでこのお祭りを宣伝する言うてたわ。これからは毎年秋野の火祭りという名で大きな焚き火と踊りを目玉に開かれるそうです。集まった人らもまた来年来るって言うとったし、これなら秋野も貧乏脱出やな。なあ、うちらも来年のお祭りに来よう。あんな風にまたみんなで踊りたいな。私も賛成です。またおじさんの封筒焼きを食べに行きたいですし。なんや、来年のことなのにみんな気早いな。ま、うちも賛成やけど。なあ、ところでこうはどうすんだ来年は。さあ、まあ来てもいいですけど、僕もどこにいるかわからないから保証はできませんけどね。ただそうですね、また一緒に。ん？なんや？ いえ、何でもありません。姉ちゃんに隠し事か？そない悪い子にはお仕置きが必要やな。え？待て待て、くすぐり倒してる。あんまいじめたらあかんよ、ゆえるちゃん。